ドネツ川は東ヨーロッパ平原の南に位置する川である。ウクライナで4番目に長い川である。ベルゴロド北方の中央をロシア高地に発し、ウクライナの南東部を貫流し、再びロシアを流れ、アゾフ海からおよそ1 0 0トル上流でドン川に交流する。ウクライナで4番目に大きく、東、ウクライナで最も大きな川である。東、ウクライナで 真水の主水源として重要である。土熱盆地はこの川の名前に由来する。ドンバスは、ウクライナの重要な最短地域である。下流の3 1 5トルほどは、水運が可能であり、ウクライナの土熱盆地の石炭採掘と工業に、大きく貢献する。ドンおよびその指、尾型土熱は、イラン系サル、マタイゴダーヌに由来する。ブイバルによれば、ドンは、 イラン系スキタイサルマタイ語、ダーヌに由来する。スキタイサルマタイ人は、紀元前1100年から、中世初期の間、この地域から、黒海の北方にかけて居住していた。2世紀にプトレマイオスはドン川を、タネイスとして知った。そして西ヨーロッパ人はドン川が、ショータネイスすなわち、ドネツと呼ばれる重要な支流を持つと認識した。スラブ名は、その川が、 シベリア人の地から流れ出している事実に由来する。イタリア系ポーランド人歴史界 N、アレクサンドル・ギャグニーニーは次のように書いた。シベリア広告に遠を持ち、アゾフの上でタネイスに流れ込む小さなタネイスもあると。北ドネツ川と表記される場合があるが、これはシベリア人に由来するセーベルスキーの名が誤って北のを意味するセーベルヌイに置き換えられたためである。 ドン川の西側に位置するドネツ川ドネツ川、流路ドネツ川は東ウクライナ最大の川であり、ドン川最大の支流である。全長は1 0 5 3トル流域面積は98,900平方キロメートル。全長の大部分9 5 0トルはウクライナを横断して広がる。年間の平均流量は、 源流付近で25立方メートル、ドン川との合流点で200立方メートルである。ドネツ川源流は、ベルゴロドの北、プロホロフカ地区、パドルキー村近くの中央ロシア高地、海抜200メートルの地点に位置する。その流域には3000以上の川があり、うち425は10キロメートル以上、11は100キロメートル以上の長さがある内い1011の川は、直接、 土熱側に流れ込む。これらの河川群のもとは大部分が融雪水であり、その結果、水の供給量は年間通じて一定ではない。春の大増水はおよそ2ヶ月間、2月から4月まで続く。この期間の水位は3メートルから8メートル増加する。洪水は川沿いに建設された豊富な人工貯水池のおかげで滅多にない。 川幅は大部分30から70メートルの範囲であり、時に100から200メートル、貯水地地域では4キロメートルに及ぶ。川底は、差し付け平坦でなく、深さは0.3から10メートル、平均2.5メートルである。土熱川は12月半ば頃から3月後半まで凍結し、2050センチメートルの厚い氷で覆われる。 4川川口から 218km、海抜 5.5m の位置で合流する。土熱川の高低差は 195m、平均勾配は 0.18m、km である。ありがとうございます。